この度財務大臣として騎兵隊内閣の一員に加えていただきました。力士隊のように見えるかもしれませんが、大変身の引き締まる思いでございます。今日総理からは2つのご指示がございました。第一は平成22年度予算の着実な執行と平成23年度予算編成全力を尽くすということでございます。2つ目は平成22年度の税制改正大綱を踏まえて平成23年度以降の税制について、公正そして、透明納得、こういう理念の下でしっかりと制度を構築すると、こういうご指示のご指示がございました。これらのご指示をしっかり踏まえて国家国民のために尽くしてまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご質問どうぞ。どう朝日新聞の北澤です。総理のですね、会見の中でもありましたが、来年度予算のですね、いわゆる国債発行の上限額について、もともとその総理はですね、財務大臣自体から、一つの目安として 44.3 兆円の数字を出しておられます。今回財務副大臣から改めて大臣になられましてですね、来年度予算におけるですね、国債の発行の上限についてのお考え方を伺いたいと思います。菅総理大臣は財務大臣から総理になられたわけで、ごく最近のご発言でございますので、国債の発行を 44.3 兆円以内にということを、最大限私もその方向で努力をしていきたいというふうに思います。今回片山内閣の全部が退任されてますけれども、官職は自衛隊内閣はい、今回の大臣の真実ですけれども、ご自身は今回の出発についてどのように受け取っていらっしゃるのでしょうか。適材適所で、私以外は分かりませんが、他のメンバーを見ればまさに適材適所で、これからさあバリバリ仕事をしていこうという、そういう趣旨で選んだんだろうというふうに思いますし、再任が多いといったってこれは結局国民が評価をすることでございますので、私は評価を基本的にはして今のスタート時点ではしていただいているというふうに思います。東京新聞の小松田君、26年度の税制改正作業と、焦点となるのは消費税増税、26年度26年度の税制改正作業で焦点となるであろう税制、消費税増税と、あと産業界の強く求めている個人税減税について大事に考えます。基本的には平成22年度の税制改正大綱が今政府の基本です。すなわち今ご指摘のあった消費税、法人税、あるいは所得税、資産課税、それぞれを抜本的に見直しをしていくということでございます。すでに陣の委員長のもとの専門家委員会でいろんなご議論がございました。その方向性については税調会長そして代行3人の方には方向性ご説明があったというふうに聞いています。これらの議論などを踏まえながら政府としての対応を決めていくことになると思います。はい、北海道新聞の須田と申します。23年度予算についても指示もありましたけれども、インフェスト関連の施策をですね、実行していきますとかなり23年度予算編成大変なことになるかと思います。このマニフェスト施策についてやはり見直すべきかどうかということにつきまして、財務大臣のご所見を伺いていきます。マニフェストについてはもうすでに企画委員会のところでほとんど概要は固まってきているだろうというふうに思います。政府と党の協議の中で、これからは政権公約会議の中で、最終的には結論を出していくということです。それを踏まえた私も対応するということであります。いずれにしても23年度の予算編成はマニフェストの問題もあります。それからこの6月中にまとめるという中期財政フレーム、財政運営戦略、これらの財政健全化の路線との整合性、それから新成長戦略、これも6月中に出てまいります。それを予算の中に加味していくという、そういう総合的な作業であるということであります。はい、最後でお願いします。読売新聞の担当です。政治と金の問題なんですけれども、次が民主党ということを、福山さんも菅さんも伝えているんですけれども、これについてはキリンであるためにはですね、何が一番大事かということを具体的にお聞きしたい。もう一つはですね、小沢さんの問題なんですけれども、政治的に審査会と安全要件に対してどう対処すべきだとお考えでしょうか。私は2点あるだろうと思います。政治と金の問題で後ろ指を刺されないような
党の文化を作っていくということは、まず第一点は法を作る者は法を犯すべからずです。で、加えてそこに疑いが持たれたときにはしっかり一生懸命説明責任を果たすということをみんなで共有していくということが大事だろうと思います。後者の具体的な問題ですが、これは政治人の場合はこれは本人が申し出るという制度になっていますから、これは今私がどういうという立場ではないし、承認喚問についてはこれは国会対応の問題だというふうに思います。はい、野田大臣ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。